パチンコ天国の店舗営業中のパチンコ天国パチンコ天国は東京都豊島区西菅も3丁目19の8で営業していた老舗のパチンコ店である。本校では長期休業直前及び休業後の状況についても記述する。台数は全61台。営業時間は11時から22時。定休日は月曜日であった。月曜日が祝日の場合は 火曜日が未休であった。なお、創業は1962年。2007年7月初旬頃から2008年1月の終わり頃まで、約7ヶ月の長期にわたる休業で閉店かと思われたが、2008年2月初旬より営業を再開した。しかし、営業していた遊戯台の数は大きく減大し、約23台ほどで、ピーク時のおよそ1、3近くにまで減った。 また、遊戯台の機種も、昭和時代の一般電薬機はすべて姿を消し、花万回ス SV、ワンダフルポリス、また、休業直前にもあった、嫌味のここで一発等の数機種で、2008年2月、現在より過去3年以内に登場の機種のみに大きく様変わりし、今まで一般に知られていたパチンコ天国の持つ、イメージとはかなり異なるものになった感があった。天国は、 その再開後、約1ヶ月ほど経った3月中旬頃に、再び休業となり、2014年4月現在は営業していない。2017年7月現在、店舗正面に取り付けられていた天国とパチンコのネオンが取り外されており、事実上併業したものと考えられる。いわゆる電子的な機種は少なく、チューリップの機種が半数を占めた。またメンテナンスも、 不十分なパチンコ台もあった。設置機種は昭和時代の一般電薬機が中心であったが、比較的新しいものでは、対立紹介の嫌味のここで一発等もあった。また店舗も20坪前後の強小な空間で、照明も暗く、一部の看板ネオンは点灯しない。しかしパチンコ営業の早々期の原型を未だ、留めていた。年配者が多く訪れる街と言われている。 菅野地区の一角という場所柄と昭和時代の匂いを色濃く持っている貴重なパチンコ店として専門誌以外でもテレビ等でしばしば天国が紹介、放映された。一方、最近の遊戯台の設置期限の厳守化に伴って天国でも1、3ほどのコーナーが営業していなかった。通称、お年寄りの原宿と呼ばれる菅野地蔵通り商店街とそこにある 高岸寺の棘抜き地蔵村が有名である。また、都電の唯一の生き残り線である、荒川線の高新塚停留場は、天国の最寄り駅の一つである。天国は2月6日の夕方5時に、新装開店した。外部リンク参照2007年6月24日、時点では営業していたコーナーも、長期休業を経て再開後は、ベニヤ板で封鎖されていた通称。 羽ね台と呼ばれている機種。台の使用は CRE 闇のここで一発とほぼ同じである。パチンコ、菅も池袋散策マップ、2014年7月1日閲覧、検定日から3年以上経過した機種については、ホールから必ず撤去せねばならないことが決められている。だが、実際はその機種を設置しているパチンコ店が所轄の警察署に届け出れば、 特例として検定日から3年以上経過しても、継続して設置が認められてきた。この検定切れの機種を、みなしきといい、俗に言うレトロ台の機種がこれに相当していた。その特例のためこの決まりは事実上、有名無実のものになっていたが、ホールによってはなかなか信頼入れ替えが行われないといった、遊戯台メーカー側の弊害があり、メーカー側の要望などで2006年7月頃から、 見なし式の設置は認められないように内機が変更された。天国でも2007年の6月下旬、休業直前の遊戯台の設置状況が、ほとんど普通機ばかりであったのも、これらの事情がその理由だと思われる。2007年の初め頃より、天国にある機種の中では新しい型だった、レッドライオン、魔界組、ブンブン丸等が設置されていた一列全部、約20台の島が閉鎖された。 それ以降は、嫌味のここで一発を除き、すべてが、チューリップ台となった。閉鎖された島の機種には、蒸気の他にも、持ち上げ台や、ミスターフォール、ドッカン島などがあり、主に1980年代中盤から1990年代前半にかけて登場した機種が撤去の対象になった。この両替機は、9000円札と500円札しか使用できなかった。そのため、 景品カウンターで新千円札を旧千円札に交換してもらい両替機を通すという過程が必要であった。なお、天国にあった大館玉貸しは100円硬貨と500円硬貨がそれぞれ使用できた。ありがとうございます。